まず先端にラメカラーを塗ります。ラメを爪の先に塗るとカラーなどが落ちにくくなります。ストレスポイント付近から斜めにラインを引いていきます。その際にブラシに余分なものがつきますので、その都度きれいにしましょう。同じところに向かって引いていきます。この際にも長いブラシを使った方が扱いやすいです。先ほど乗せたところより少し手前ぐらいにもう一度乗せます。一気に色味を出しすぎたり厚みが出すぎたり先端にたまらないように気をつけながら、少しずつ 2,3 回に分けてグラデーションを作っていきます。3枚目のミクスチャーを置いた時に、あとお花が2枚入ることをイメージしてバランスを考えて乗せていきます。その上に少量のオレンジのミクスチャーを置いて叩きながらグラデーションにしていきます。ミクスチャーは潰しすぎずにスマイルラインを作っていきます。スマイルラインの厚みと幅をネイルプレートにジャストに収まるようにアプリケーションすることで、ピンチをスムーズに入れることができます。カラーリキッドを使用する際、ネイルベッドの上に乗せてしまうと色素沈着してしまう可能性があります。ネイルベッドの上ではなく、エッジの近いところにアプリケーションしましょう。